田新人仮想 YouTuber のロッキードリッキーです。ゴジドリッキー以外で久しぶりですね、投稿は。はい、今日はね、対談企画をやりたいと思います。僕のね、もう友人ですっごい面白い方がいるんで、ゴメスさんです。お願いします。もう始まって来ました、ゴメスさん。ゴメスさんです。釣れてる。ありがとうございます。お願いします。ゴメスさんでお呼びしてもよろしいですかね。はい。あの、ちなみに被ってるのは何ですか。帽子。すごい。帽子は、それはちょっと近くに寄ってもらってもいいですか。まさかだと思うんですけど、ニット帽じゃなくて水泳帽ですか。ちげえし。全然ちげえし。彼ファッションの最先端いきます。それではね、今日は僕の友人のね、対談企画ということで対談していきたいと思います。まあ、ゴメスさんは名古屋出身でよろしいですかね。うん。で、名古屋出身で、高校は奈良で。岐阜です。あ、岐阜です。すいません、間違えました。今週奈良行くんです。すいません。今シーズンの目標を聞きたいと思います。今シーズン、それはどういうサッカーです。まずサッカーで聞きましょう。サッカーで今シーズンの目標は。ベレコス。ベレコス。もう足揺れてるの見えます。これ多分先切れてるからですよ、こいつ。ペレコス。じゃあ今シーズンは得点王を狙うって感じでよろしいですか。うん、ディフェンスを。ちなみに彼ボランチです。じゃあ次に生活面で今シーズンの目標は。寮生活でですね。寮生活でお願いします。寮生活の武井壮吾っす。寮生活で。武井壮、寮生活じゃないんですけど、まあ、すごい俺はついてますけど。じゃあ将来は何したいっていうのは決まってますか。もう夢っていうのは。番長。番長。中二ですね、多分彼。彼あれです、高校の時陰キャです。彼ね、生きてるんですよ。ボンタンしか書いてないっす。ボンタン。足短いんでね、ボンタン目立つと思うんですけど、彼本当に面白い方なんでね。将来の夢は番長で本当によろしいですか。うん、元気。いかちんだよな。遠近法使ってますけど、顔でかいですからね。遠近法使ってます。モノマネが、特技がモノマネっていうことで、うん、一つちょっとモノマネをしていただきたいと思います。黒ひげマーシャル D ティーチ、お願いします。やんねえよ。お願いします。やんない。対談企画でやらないですけど、お願いします。人の海賊が夢を見る試合が終わったって。人の夢は終わらねえ。さすがですね。そうだろう。そうだね。僕も似てますね。舐めてんの。舐めてないですけど。そうですね、ゴメスさん本当面白いんですけど、じゃあ視聴者の皆さんに何か一言ありますか。一言。はい。105人もね、そういえば100人突破したんです。ありがたいことです。ドッキドリッキー。一言。100人突破して、105人ぐらい見てます。105人ぐらいの方にチャンネル登録していただいて。一言、本気で言うわ。真面目か。人の夢は終わらねえ。真面目に。それさっき言いましたよね。真面目に。いや、彼本当面白いですけど、水泳も、これからコンビニ2人で行こうと思うんですけど、水泳もかぶってこいつコンビニ行きます。イエス。イエス。せーの。イエス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 。これ今ぶっちゃけ4番で合わせました、アドリブということで。最後に、今就活してるじゃないですか。はい。まあ、彼はサッカーを考えてると思うんですけど、就活もしてます。はい。僕はサッカーなんで就活は今のところしてないんですけど、うん、就活生って辛いってみんな言ってるじゃないですか。はい。これを見てる就活生の皆さんにアドバイスを。はい。ちなみに噂ですけど、はい、今のところ70社行って、はい、70社落ちてるってのは本当ですか。嘘ですけど。嘘です。リアルに火曜日行った面接、今日落ちちゃって通知来ました。おめでとうございます。ゴメスさん、一時成功落ちました。一時で落ちるの珍しいって聞くんですけど、はい、一時は大体受かるって情報は俺聞いたんです。そうですね、けどグループ面接5人中4人女の子で圧倒されました。人の夢は終わらねえよ。人の夢は終わりました。終わりました。すいません。ちなみにそれは本気で行きたいところだったんですか。いや、まあ、とりあえず受けてみようと思って勧められたんで受けてみて。行動力ありますね。まあ、行動しないとダメだから、それ受けたら落ちました。おめでとうございます。ありがとうございます。他にいいとこ見つかりますよ。きっときっと。ちなみに明日も面接です。2時です。明日は。ありがとうございます。2時頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ視聴者、就活頑張ってる人に
何かアドバイスがあれば。落ち方、うん、落ちどうやったら落ちるかどうやったら落ちるかってのを、知りたいと思うんですよ、ま、受かるのは簡単だと思うんですよ、みんな必死でやるんで。まずあ の入るときに男性の場合はスーツ開けますはい、で第1ボタン緩めます緩めますネクタイ緩めます緩めますどうぞって言われる前に座ります、座ります、一撃です、一撃必殺です。これがもう、はい、これがいつもしてるんですよね。してます、してます、足組みます、それで逆に質問するんですよね。お宅の会社どうなん、お宅の会社どうなん、肝ったま小さいんでこんなことはできないと思いますからじゃあ実際はガチガチガチに締めてボタンの上まで締めてめっちゃ上上げてズボン上げパンしたのに落ちましたオールバックですか帽子かぶってました、マスカかぶってないかぶってないのにガチで落ちました。本当ですか。じゃあ、うん、最後に、うん、試験官、落ちた試験官に、落とした試験官に対して一言お願いします、うん、これで締めたいと思います。俺がちゃんと受け答えしてその後深いなって言ってなんかちょっと深入りしたくせに落とすのやめてくださいお願いします。勘違いしましたもう彼落とさないでください僕からもお願いしますこの通りです。この僕を取ってくれる企業があればこちらまでこちらまでこちらまでお願いします。概要欄に貼っておきますって貼れないんですよ僕全然わかんないんですいません。落ちた落ちた、就活だぞ。じゃあそれでは最後に、はい、いいね。